これをね、取ってしまうと、世の中に病院も医者もいらなくなるじゃないですか、先生みたいな話になって、なかなか許可が下りなかったんですけど、アメリカでもね、特許がね、取れたりとかなんかして、認めざるを得なくなったというかね、もうみんなにじゃあ健康寿命を伸ばしていただき、健康100歳寿命を迎えてもらおうということでね、認められた椅子でもあるんですが、これで先生に復活されました。楽ですよ、座ってるだけですからね、本当にピーポイントで、座ってるだけで、痛みとかそういうのもなく、ただ座ってるだけで、ピーポイントでね、刺激して、その癌を追い出してくれるというね、ガンガンロボットっていうことなんですけど、そこまでね、大きな病気じゃなくても、高血圧とか糖尿病とか、あとアルツハイマーとかのね、方もね、すごい改善がね、見られていたりとかして、癌の治療で保険適用じゃなくて、ね、重粒子線とかいろいろありますけれども、数百かかったりとかね、それも一回で済むかどうかもわからないのを、数百かかったりするね、治療とかもたくさんある中で、